びっくりするだろう。またミキの家だ。今ね、ミキがいません。買い物行ってすれ違っちゃいました。さて、今回、まあ、前回、前々回ぐらい、もうね、ミキとずっとだべってたけど、今回も1話ぐらいは、これ使おうかなと思います。っていうのもな、私の勝ちだ。来るたびに録音されてるから。ああ、待ってたんだよね。ほら食えよ、ほら食えよ。前回ちょっとだけ食って前残しちゃうやつ。あ、うめえ。じゃあそれとこれもね。夕飯何も食えなくなるパターンだ。だってお腹ギリッピーだから。ありがたくもらった。これ大丈夫よ、夜ご飯食べる分のものは出るよ。でしょうよ。私はクーリッシュのね、フローズンハットですよ。入ってそしたら、よいしょ。あれ、これは箱どこやったっけ。こっちか。あ、一応箱あるのか。それん、あれ一緒だよね。なんかさ、ちょっと違くない？これこっちだよね、新しいの。うん、ちょっと違うね。あ、ちょっと違う。やっぱこれカバーだ。あ、そうか、そういうこと。カバー付き。あら、だからか。なんか変わってんだね、これ。なんか変わったんだろうかね。なんか地味に性能アップとかしてたら嬉しいな。そんなことないんだろうけどね。すればいいけど。飽きた。ぶっちゃけね、このヘッドホンね、もちろん軽いと嬉しいんだよね。思うよ。うん、あの、そのヘッドホンももちろんいいんだけどね。やっぱね、エペックスとかさ、やるときもどうしてもあのイヤホンよりもね、うん、多分他の人はやりやすいんだろうけど、俺からしたら何も関係がなかった。そうね。音判断ってさ、ぶっちゃけさ、音判断、うん、まあ大事なのはすごくわかるんだけどさ、音がするだけで位置がわからないから、全部感覚で予想していくしかない。予想していくしかない。俺も基本的に全部音だよ。私この袋もらうね。いいよ。めちゃめちゃ。食べて。むしろ食べてほしいんだ。ちょっと待って、まずこいつが食えない。食って。そうって、こいつは持ち帰るしかない。処理して。頑張って処理して。なんかねえかな。ない。入ってる時ってデロデロになるやつだね。そうだね。撫でるね。いいだよ、またあの冷凍庫の中で保存する選択肢もあるよ。またいつか来た時に。そう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 、また来月あたりに来た時に食べるはめない。じゃあこれごと丸ごと入れといて。仕方ないな。俺にはお茶がある。よし、なんだかんだでインサイド面白いの。インサイド、インサイドとか面白いよね。あ、まだね、やったことないしね、うん、どう、あの実況でも見たことがないんだよね、ジムに。あの、ただ難しい謎解きなんだよ。うん、あのリンボに関しては特に。なるほどね。あれ、なんだろう、ダウンロードしなかったっけ。剥がしときますよ。あ、そうそう、PSO2 もとりあえずダウンロードし終わりましてね。俺もね、多分もうそろそろ終わってる。あれって、あの、キューサバだっけ。キューサバ、キューシップで、ま、今日か明日にでもちょっとやろうかなと思って。いや、実際にあの、今日の生放送終わった後、ちょっと時間があれば、キャラ作っとこうかなと思ってさ。うん、なんかさ、中に入ってるさ、なんか変わってる。なんか違う。やっぱ性能変わってる可能性、ちょっと高まってんじゃん、俺。多分ね、俺すこういう言い方失礼かもしれないけど、俺が使ってたやつハズレのロットだったんじゃねえかなって若干思ってるんだよね。まあ可能性はあるよね。だってここまでブツブツ俺のだけになるってのおかしかったじゃん。そうね、さすがに俺もハウザーも一回なったことあるけど、すぐ治ったからね。うん、これはいいね。しかもタイムセールだったので。もともとだって1万ちょいでしょ。うん、それからだって8000円でしょ。8000円。やったじゃん、やっと出るじゃん。ただちょっと悲しいことに聞いたんだけどね、うん、そのタイムセールになる前、うん、5000円だったらしい。は？やそれどういうこと？それを聞いた後に、おい言うなって言ったから。それは単にいいんですよ。本当だよ。でもこれ結構いいやつだと思うよ。うん、これ利用してもらって。今までが辛かったからね。うん、あれはそれはそれはまあどっかに保管して、まあまたそこら辺に上の棚にでもぶち込んでて、うん、いや今日食うの手伝ってくんねえかな、これ。うん、
昨日頑張って1個食べたら友情が出てきた。あ、つぶつぶが喜ぶよ。いやもう完全に死んでんじゃん絵が。うわ、しかもこれバニラかい。そうだよ。くそが、チョコであれ。君あれだよ、前回食った時あたりもそうだったよ。あ、アスナ様ですね。アスナキート正解ですね。いやでも頑張って溜めてる、溜まってきたとは思わないかい。ここまで溜まってきてるんですよ。うわ、ゼハスさんマジバニラ美味しいんだけどさ、美味しいんだけどさ、うん、続けてくれないんだよね。分かる。2日3日スパンを開けたくなってしまう。しかも全部開けて汁だけ取った後のゼハス空間する絶対ないからな、保管しようとしても。なんでウェハースなんだよコラボが。しかもなんでバニラなんだよこれ。チョコならワンチャンあったよね。うん、チョコならワンチャンあったな。ウェハースのバニラ味をどうにかして、この美味しく食べたいんだけどさ。うん、美味しくねあれな、一口目が美味しいんだよ。そう、二口目以降はお腹いっぱいなんだよ。うん、もういらない。うん、まずいなこれ。不思議だよ。うん、美味しいって美味しいけど、別にそんな食べたいって思えないな。これ今のガンダムの先行体験会、7月20日に製品版が出るんだけど、ね、うん、週末だけ、今週末の土日だけその機体が使えるよ、ちょっと遊べるよっていう。先週もねやってたんだけどね、これてっきりその1週間だけかと思って一回消しちゃったんだよね。明日までやってたんだ。そう、そしたら今週もまた始まってたから、あ、もう一回入れ直してちょっと遊ぼうと思って。マキブやってた。いやじいさんにもこれをね買わせようかちょっと悩んでてね。買うでしょあの人な。でも言えば買ってくれる、うん、あのやってたから。じいさんもともとはじいさんがこのこれの過去作を家でみんなで遊んでたから、うん、今さ、もう今さ、アイス食った、アイスをさ、食った後にこれ食ってればさ、口の中甘ったるいに戻がるんだよね。もうね、そりゃそうだろうね。しょっぱいのが食いたいな。うちにしょっぱいものがあると思うから。味噌汁くれ、味噌汁。味噌汁あるよ。味噌汁が欲しいよ、だったら。いや、多分、ね、ウエハス好きだとか、子供からしたらすごい美味しいんだろうけどさ。24歳のおっさんがこれ食ってても美味しさは感じないよね。美味しいとは言えない。美味しいとは、うん、たまにたまに一口食べるぐらいがちょうどいい。うん、何がいい。豚汁とね、炒め野菜とね、なめことね、焼きなすが。なめこ。ただね、あの御年もう24歳になりました我々もね。さすがに渋いよこの甘み。この甘みはなかなかに辛い。きついものがある。うん、結構来るなこれ。甘い、甘いでしょ。うん、面白いのに入れるね。マグカップかい。だって終わんないもん終わんないからマグカップになめこ。そうだよ。いいね。お味噌汁は飲み物だと。おしゃれでしょ。おしゃれだね。でも実際的に考えてその食い方は絶対合ってるよね。だってほら持ちやすいじゃん。うん、まず大前提として。あざっす。ウェハースの熱いからね。ウェハース、あ、しかもそれ電子レンジ食器洗い機 OK。ウェハースの頑張った後はなめこ汁。熱いからな。あ、うんめぇ。久しぶりにさ、味噌汁って飲むとさ、バチクソにうまいですよ。バチクソにうまい。甘いものを食った後にしょっぱいの食うとめっちゃうまいやん。二度と食わねえ、ウェハース。まさにね、普通にラジオを撮ってるんだから、俺普通にゲーム始めてるんだけど。いいんじゃないこれ2対2のやつ。そう、2対2のやつ。ゲーセンにあるやつでしょ。そうそうそう。それの、今の1個前の型落ちの作品が、うん、プレステーション4版で出ますよっていう。今からってこと？そうそうそう、まあ、その今のがバーサス2っていうので、その前がそのこのマキシムスとオンだったから、うん、1個前のやつが出ますよっていうやつ。なんで今になって出すんだろう。久しぶりに新作出すべやっていう。新作っていうか本当に家庭版、うん、久しぶりにそろそろ出してもええんちゃうんっつってあの出したんで。でも売れるんでしょ多分。売れる売れる。だってあのこれだったらあのほら、そのなんだろう、味方を気にせずにちゃんと練習ができるゲーム。ああそうね。そうそうそう、それが強いのよ。こっちで練習してあっちで本番みたいな。そうそうそう。そう、ただ一つ注意点が、あの製品版、まあ、こっちとアーケードで今の出てるやつだと使
少しばかりあの期待性能が違ったりするから、まあ、それは皆さん気をつけてくださいね。降りてくねんだよな。くそあち。だから言ったんでしょうよ。やけどはしたわ。うん。うまい。うまいんじゃ。FX が敵になるとマジで追えなくなるからしんどいんだよな。仲間にガンダムなんちゃって書いてあった。あの青いのが味方です。で赤いのが私です。うまい人かな？いやもう基本的にもうこのゲームやってるやつは基本的にもう変態しかいないからな。ちょっと待って、デラックスに追われるのはちょっとよろしくないんですけど。仕方ないなあもう。ちゃん、ちょっと地味に食らうのやめてほしい。うん、味方あの味方の高コスト見てもらわないとちょっと低コスト的な渋いものがございます。3000って書いてあった。敵が3000で俺が2500なんだけど、まあ、3000が一番スペックが高い性能上。でも死んだらチームの HP ガッツ減るでしょ。そう、ガッツリ削れる。だからもうその、いでバカ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 、いっひー、超削れる。メリットとデメリットの差があるんだな、結構。まあね、結構あるんだけどね。すぐ追ってくるじゃん、君よっ。 HP 少ね、あいつやるしかねみたいな感じで来てるの。もうそんな感じ。あ、味方頼むわ。あ、無理っぽいわ。味方128に対して、あ、俺もどっとしゃってられない。あなたすごい減り方しまった今。敵のね、あいつのね、反発ダメージ高いやつがね、ドビャッときたね。なるほどね。負けました、バットさん。だからアキコンが欲しいんだよ。ごめんなさいだって。ありがとうございました。ちゃんと謝った。アキコンこれ売ってんの？これだけのコンタラの。いや普通にアケコンだったら何でもいいんだよ、こういうのこういうやつって。ああ、ゲーセンとかであるようなやつ。そうそうそう、ゲーセンとかじゃねえや、あの格ゲーとかじゃないやつ。そうあれでいいんだよ。プレステ4のアケコンで調べたら出てきそうだね。ガンダムよ、余裕で作ったもん。うん、リプテンさんなんか面白そうだから気にし期待選んでもね、期待を選べばいい。そう、何が出るかな、何しようかな。ランダムはなしね。あ、ランダム、そこランダムだ。何こいつ、さっきのやつ。一回そこ右行くと、そのシリーズ、その作品のシリーズの機体が選べるのね。へぇー。では左側のところがその作品が選べて、うん、その機体というの。そうはぁ、なんか絵が当時だからさ、昔の絵なのよ。うん、結構あれだね。あー、いるじゃん、アムロレイが。アムロレイね、合計で3人くらいだったかな。あとシャーズナブル合計で3、4人くらいだかな。そんなに、うん。そんなにそんぐらいいる。これもガンダムなの？それもガンダム。ガンダムバルパトスっていう。へえ、なんか変わったやつ、ね。まあ、ガンダムもいれば、あとは敵側のやつもいるし、うん、いっぱいいますよ。すごいな、すげえんじゃん。ちなみにあの西川ニキが唯一あのゲームとして参戦してる数少ない作品でもあるから。あ、そうなの？そう。あ、そうだ、俺がガンダム。あ、それはあれだね、ダブルオーだからだいぶ真似してたあの人。上の方かな。ダブルオーの世代かな、あのガンダムだわ。俺がガンダムだ。あのあれだね、宮野さんだね。ずっとあれを真似してた人だ。なんか釣りしてそうだよね。パーフェクトガンダムね。見た目が気持ち悪い。見た目がきしょい。さっきね、あとあれもいる。ん？あの私ん家のお母さんがいる。お、マジ？渡辺久美子さん？うん。あ、俺このキャラクター知ってるな。キラヤマト。ここら辺は顔見たことある。ここら辺は多分ね、世代。なんかね、土曜とか日曜、あ、土曜かな、土曜とかにちょっとテレビ見たらなんか人が
1500。マジ1500コスト。ラクスクラインですか。そうですか。あのマジこいつの撮影コンボ知らねえけど、これ絶対味方に怒られる自信があるわ。一番ちょっと練習したかった。練習などさせん。1500。あ、フェックス味方じゃね。あ、敵になっちゃった。やべえわ。あ、やべえわ。あ、しかもタック。あ、やべえわ。絶対ただ未勝だわ。怒られるかな。下がります。自分下がりますわ。あ、変形ないのこっち。マジか。いや、味噌汁にはいい映像だ。変わったキャラクターを。ミキを狙ってもメリットを。要は簡単に落とせる。簡単に落とせるけど、そんなにゲージは減らないんでしょ。まあそうなんだけど、要は味方の作効が3000側が、うん、その落ちた時の減るじゃない。でもその元のゲージが減ってるとコストオーバーって言って、うん、あの HP がフルの状態で復活できない。ああ、なるほど。全然減らないね。あえてこっちはもうね、こんなもんですよ。縛りプレイみたいになっちゃう。その通りだよ。いや、近距離の押し付けには強い。全く当たりませんかな。うわ、すげえ減り方したよ。いや、味方が一回落ちてるから。なるほどね。俺が先に落ちちゃうと味方の体力が減った状態で味方がリスポーンしちゃうから、なるべく落ちたくなかったんだよね。なるほどね。それまでいい感じに。でもね、味方、どっちかを抑えて。お前なんで斧を選んでくれたんですか。ダブルロックでとりあえず敵絶対きついだろうと思ったもん。うん、しんどい。やるね。イオンイオンホン。よいしょ。さっきから何を出してんの。背中。あ、そいつ落とせたらいいな。頑張って、そいつ落として。無茶でしょ。ミキならいける。あー、すごい絡まれ方した最後。恐ろしくさ、恐らく最後はミカ流しになる。マジ、FX だけ楽すぎない。ジャスティスじゃ無理なんて。マジで、格闘触れねえもん。いや、面白かったな、今の。お前しんどいことしてくれるな。じゃ仕方ねえな。1500っていいなと思って。1500か、そうか。じゃあ1500の面白い武器なんかいたかな。なんかこの特徴なんかウェハースの味がするの。いたわ、1500で面白いの。なんだ、眉毛。ワンワン。ヨシズミ。ワンワン。ヨシズミさんだ。あれ、ワンワンってリュウタロウさんだっけな。違うか。ワンワン。あ、ガンダムさんの人いるよ。エクシア。あ、ほんと。ガンダムだ。ガンダムじゃん。あ、龍太郎さんだぞ。すごい犬。ワンワン。それは飛べないの。え？それは飛べないの。飛べない、いや、飛べるけど。ピョン。あ、あれね、飛ぶっていう感じではないね、なんか。ちょっと弱い。なるほどね。犬だな、すごく。戦車みたいな容量。そう。スピーディーな戦車。やるね。結構いいんじゃない？マジ、こいつはあの昔からいる子だからね、うん、すごい使い方がね、雑。え？砂漠の虎は重く見たか。ああ、ダメです。ちどん。味方ごめん、ティウス。あ、うめえ、なめこ。またなめこ。おら、あ、おっ、これ夕飯あんま食えないだろうな。だからめちゃくちゃ食って。ティファイキンシューチン。いっぱいあるんだね、必殺技みたいなのが。覚醒っていうのが要はそのボケで3つあって、うん、格闘が強くなるようなファイティング覚醒くんと、うん、あの射撃が強くなるシューティング覚醒と、うん、あとあのちょっと防御力の補正かかるようなエクステンド覚醒。これね。おー、やっほー。で、酒にはいいんだね。そうファイティング。あ、やべ、それのファイティング。ファイティング。あ、感謝です。あー、いけないことないね、これね。ただね、無理です、ね、いやただね、惜しかったな。
ありがとうね味方、こんなクソゲーを付き合ってくれて君はいい人だ。ただ勝てなかったね、申し訳ないね。いや残念だね。あ、23分だ。じゃそろそろ放送止めますかね。止めるってことでいいのかい。まあまあでもまあガンダムの話した。喋ることは喋った気がするよ。うん、まあ、1話だけ1話だけ。ウェハースはこの年じゃきついのと、もう年を取ったと思ったよ、うんうん、これに関してはガンダムは1500がきついって思う。でも見てるだけでもなんとなく楽しいでしょ。まあね。あ、ちなみにこの2つはあれね、あのゆういちさんだから。中村さん、中村さん、そうなの。そう、中村さんもいるしね。いや本当にここだよ。杉田さんガンダムに乗ってないやつね、キャラでいるみたいな、なんか言ってた。杉田さんね、ガンダムには出てるけどガンダムには乗ってないキャラクターって。あ、なんだっけ。あとあのヤングいるからね。ヤング、ヤングね、ヤングあの4ついる。あ、3つ。4つ、3つ。ヤング3人いるから、1人目2人目3人目。なんでそんなにおる。ヤング増えちゃった。よし、じゃあ今回のラジオはここで終了です。うぬ、こんないつも通り緩いんですがね。まあでもこれが我々じゃないでございますよ、うん、また来週誰が出るかはお楽しみに。みんなもポケモンゲットしたぞ。どうがーす。いや今のなんかその言葉のタイミング的にそれかなと思う。そうね、ピカチュウと思いますね。あ、ピカチュウ、ピカチュウ、ピカチュウ、うん、ぶっ壊れた人ね。図鑑は全部ピカチュウの。ピカチュウの答えだけで、あの答えたかあるだけ。1500コスト、唯一戦える1500コストです。よし、ごちそうさんでした。